空港はアフガニスタン南西部カンダハール州カンダハール市内に位置する国際空港。20世紀末のアフガニスタン内戦では1994年8月にカンダハールはタリバーン最初期に占領された都市となったことから事実上タリバーン側の国際空港となった。その後2001年12月にはアメリカ合衆国による アフガニスタン侵攻の激戦地となり、同年12月14日にアメリカ海兵隊が空港を制圧。以後、アメリカ軍とカナダ軍が駐留するテロ対策のためのカンダハール空軍基地となった。2021年にはアメリカ軍の撤退が行われた。2021年ターリバーン構成により、同年8月13日までに、 ターリバーンが空港を含めたカンダハール市内を制圧。8月15日に政権が崩壊すると、8月17日には、ターリバーンの創設者で副指導者であるアブドゥルガニ、バラダルが、カンダハール国際空港を使用して帰国した。旅客便かモーツ便。ありがとうございます。